日本人の呼吸は前呼吸でこうラジオ体操の時手を挙げてこう呼吸しますよね。その時前に呼吸を入れ空気を入れます。でもこれは明治維新以降にできた呼吸で、それ以前はみんな日本人も背中呼吸だったんです。外人も背中呼吸で、日本人は結構胸平らですね。外人は背中呼吸をするんで、こう背中が結構発達してるんですね、はい。まず深呼吸をすると体がどういうふうに、日本人の深呼吸をするとどのように体が変化するかというのを今から実験しますね、はい。まず普通に手を前に振ってください。はい、抵抗してください。はい、後ろ強いですね、はい。おお、強い、はい。もう全然できてもしない。じゃあ今度2、3回深呼吸、ちゃんと息吸ってますあと1回やりましょう。はい、こういうふうにこう肩上がってるし、肋骨、肩、ここも開いてますよね。こういう状態になるとどうなるか、はい、後ろ。これ誰にでも起こります。だからラジオ体操でこうしてたら、朝ラジオ体操したと年寄りこう、こける可能性がある。まだよく、はい、もう全然、はい。こういうふうにラジオ体操をするだけで体のバランスが、で逆の呼吸、こうやって閉じて左手が前でちょっと顎を上げて、で息を背中で吸ってください。で吐いて、息してます。そうそう。もうちょっとします。はい。三回背中で空気を入れて。はい、で肩を上げて、はい、もう一度。で顔は前。はい。こうすると、はい、もうちょっとこっち。はい。はい、こういうふうにしっかりするんです。もう全然無理ですね。こっちにやろうとして。こっちにやるとして、はい、こういうふうにバランスが取る。この呼吸、背中呼吸の方が体のバランスが整うんです。はい、こうです。ありがとうございます。